チャオフィーチェルさん、本日はですね、今回はですね、一番くじやってまいりました。あ、一番くじではないな。三両当たりくじをやってまいりました。はい。なんかややこしいよね。一番くじっていうのと当たりくじっていうの二つあるんだよね。で、今回はですね、ハッシュタグ世界黒み化計画黒み当たりくじということで、1回750円。まあ、妥当な線だね。そうだね。ちょっと普通だね。で、一等がですね、チーズ&チョコレート本流メーカー。うん、ラストアンショーでは、ボルスタークッションということで、最近さ、そういうのなんか電化製品か、うん、必ず1個入ってるよね。最近ね、前回あの掃除機だったり入ってました、ね、うん、こちらはまず2回引いてまいりました。はい、まず1個目自分が引いてみたのはこちら、えいえいはい、16番のマープルのクッション。これ可愛いよね。でもちょっとまず表はこんな感じ。これ真空されております。失敗した、もっとやればよかった。やっぱちょっとね、この時ね、ちょっと疲れ気味で、このセブン行った時ね、うん、ちょっとまあちょっとお疲れ気味だったので、うわー、もっとやってくればよかったかなと思いました。今思うと、ただ1等がなくなってて、もうすでにね、そうだから、3等もなかった。だからだよね、だからちょっとやめようかなと思ったけど、まあ、クロムちゃん人気だからね、今ね、かわいい。もう一番と言っても過言ではない。だよね、かわいい。なんかクロムちゃんもっとさ昔もっとなんていうのかな、ツンツンした顔してたね、可愛くなったね。ね。うん、すごく。で、リオンさんはこちら、4番のノートでございます。はい、これで競馬の当たりが格好いいノートがまた増えました。なのでね、どん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 予想当てていきたいと思いました。これで。これね。ね、間違う人多いんですけど、クッションの方が上なのかと思ったんですよ、自分は。私もそう思ってやっちゃった、ノート引いちゃってよと思ったんですけど、ノートの方が上なんですよ、数的に言うと、学生じゃないのにノート当たっちゃったと思ったんですけど、4番ですってやめる、ね、意外だったね。なんかよくわかんないけど、ね、なんかすごいのかな、多分、ね、ちなみに裏面は黒みノートデザインということで、うん、あのタグでちょっと見えないんだけど、あ、なんかそうなの、うん、なんかそういう感じで、もう当分書き込めそうです、今年これ。もう何冊目って感じですけど、本当今ね、おそば作るノートに書いてるんですけどね、だから2冊目行けた時にはこっちに乗り換えていきたいと思います。さて、今年中に行けるのか。そうだね、ちょっとどうかな。確かに1ページは、あのね、1冊はきつい、ちょっときついかもねという感じがしますけど、まあまだまだ出始めなんで、もっとバンバン当てていきましょう、ね、はい、はい、ということで、はい、しますね。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。あと、インスタグラム、ツイッター、スタンド FM、ミキナラブのフォローもよろしくお願いします。お願いいたします。では、またお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あと、リオンちゃんによる占いもあるので、ぜひそちらも見てね。で、あと、インスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。よーし、バイ、見てね見てね。